宋大行二年十月十五日は、中国禅宗の山素。とは、美しい玉、光り輝く宝玉のことである。唐の幻想により、漢地禅寺の送り名を賜った。五島絵元の一つ、慶徳伝道録、第三巻に、山素宋、第四五道院年と呼ばれる物語が伝わっている。唐義の天平二年に当時、孤事で、重い疾病を患っていた宋、が、 第二蘇恵家と合間見え会話を交えた。そして、ついに悟りに至った。その後すぐに幸福寺で愚足会を受け、それ以後、彼の疾病はことごとく良くなり、共に祖師に2年間余り仕えた、という物語である。その後道に至った日は、同年3月18日であった。前の第二蘇恵家と第三祖僧に関わる記述は、続行奏伝。 第21巻にある、当周宗法山、釈道信殿に、すでに法を追っていることを聞き、それでいずことも知れぬところから向かい赴いてきた二僧が、ノブル週刊公山で修善したという趣旨の記述がある。北西の天保三年以下は、僧に衣法を授けた。僧は、当時すでに40歳を超えていた。以後、彼はすぐに、ノブル週刊公山に隠居する。 4度吹き荒れた三部一州の放難のうちの一つである、北州仏邸の廃仏政策の時代となり、四空山に隠居。居場所は常に定まっているということはなかった。そして、10年以上の年月にわたって、そのもとを訪れるものはなかった。隋の海王12年、14歳のシャミ道信は、弟子入りに来て、行った。そこで道信は逮捕した。そう、は道信に、 妙法蓮華行の、海三基一理論と、仏法理論を伝授。このことが道信に与えた影響は、極めて大きかった。開王十三年、越下入滅。道信の,の弟子入りとほとんど、入れ違いのことだった。道信は、修善の老に服すこと九年、五吉宗にて受戒そう、は、常に、道信に、 厳微妙たる善のり、真髄を伝授し続けた。直成熟師、以後、そう、は道信部に衣法その時、道信部が読んだ芸は次のごときものであったことが今に、伝わっている。花の種、これ伝じた畑にてみずみずしい若花を大地より生ずる。もし、死をまく者がいなければ、花々に満ちていた大地は、生じることもなく尽きてしまう。 ラフ山に不況。道信部は、僧の唯一の弟子で、僧は彼に熱い期待を預けた。二年後、僧は、元のノブル州に帰着した。多くの人々への説法後、大樹の下で行ったと言われる。生死のあり方は自由だ。樹脂に手をかけ、立ったまま僧は、臨終を迎えた。それは、隋の容体の大行二年のことだった。後の世、 当の元想は、勘置禅寺の送り名を送った。宋の伝記としては、独古及びが戦した、随古勘置禅寺悲鳴並び女が知られる。それより先、七世紀半ばに成立した、道信の続行宗伝では、宝記伝の文中に、絵家の弟子として、禅寺があったことが記され、また、弁義のつて中にも、宋禅寺が登場している。第四祖道信の死を、宋、 とするのは、8世紀初期に成立した禅の明かり詩である、両画詩式や、伝法富木である。新人名の戦者を、そう、握するのは、百条懐会であり、それ以前には遡り得ない。時代が遡るほど、そう、に関する伝記と呼べるようなものは少なくなる。菩提達磨を、東電の書祖とし、 絵画を経て、東山訪問の人々に受け継がれたとする善の、成形を強く結びつける上でも、重要視されるのが、第三粗相である。続行創伝巻21、等終創法参、釈道信伝、また、有事創爆地なに期入除週間鉱山性、主善行機器事王不便お受法。ありがとうございます。